俺の区間は AWM。はい、どうも、スコルです。今回はですね、巷でこのガチャおかしいんじゃないかって言われてるやつがあります。それについてまとめていきます。電動、それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあガチャの方ですね。電動ガチャの確率がおかしいっていうふうに言われてますね。説明文とかは一応ですね、まあ変わってないっていう感じになってるんですよ。説明文が変わってなくて、まあ一応その、こちらのですね、電動推奨の説明文の方にも、まあいろいろ書いてるんですが、仕様は前のやつと同じなんですよね。まあそのポイントが溜まっていって、まあ天井がありますよっていう。天井のポイントが150ポイント以上になってくると、まあその確率の方が上がってきますっていう。まあこれは前と同じですね。そこら辺の仕様に関しては変わらないんですよね。ですけれど、表記の確率が、0.462% になってるっていう。他は、金枠アイテムの確率とか、ね、オレンジアイテムの確率とか、紫色アイテムの確率って書いてるのに、電動推奨の平均確率って書いてるんですよね。これ平均でもなんでもないですからね。平均ではなく、最大確率ですね。まあ、最大確率が 0.462% っていうのは、まあ、昔のですね、電動推奨よりは確率上がってます。前の、昔の電動推奨の場合は、最大の確率が 0.301% という風になっていましたが、まあ、一応最大の時の確率が 0.161% ですね、上がっていますので、まあ、そういう意味ではいいんですけれど、まあ、この表記をしてしまうと、まあ、その常に 0.462% で電動推奨が排出されるんじゃないかっていう風に勘違いされる方が出てきますよね。普通にこれダメっていう、はい。まあ、一応その説明の方ですね、していきますけれど、この電動推奨の確率と、まあ、金色アイテム、そしてまあオレンジ色と紫色のアイテムの確率っていうのを足していけばわかるんですが、まあ、最初の1回目から150回目の確率っていうのが電動推奨の確率 0.002% と、まあ、このベース値っていうのは変わっていないっていう感じですね。一応その、まあ、100% から、金色アイテムの確率と、オレンジ色アイテムの確率と、紫色アイテムの確率っていうのを引いていくと、まあ、わかるんですが、まあ、ポイントの方が150ポイント貯まるまでは、確率は 0.002% という感じです。僕はま、10%、今ポイント貯まってますが、それでも 0.002% と。まあ、前と同じように、150ポイント貯まるまでは、まあ、0.002% で回せて、150ポイント以降、確率が上がっていきますよっていう、このね、仕様は前と変わってないんですよ。で、まあ、100回分ですよね。で、150回から251回目。まあ、その最後の100回回すときっていうのは、まあ、確率の方が徐々に上昇してくると。なんで101回じゃなくて100回なのかっていうと、151回目は確定排出なんで、まあ、ここはないからですね。まあ、なんで100回回すときは、上がっていくわけなんですが、150回以降の、まあ、確率は、まあ、約 0.00462% ずつ、1回ごとに確率の方が上昇していくっていう感じです。まあ、この表記だったら、さすがに誤認しますが、皆さんま、今言ったように、100% から金色とオレンジ色と紫色の確率を引けば、今の実数値っていうのは求めることができますので、まあ、それをやって皆さん確率の方を計算していきながら、まあ、仕様は前変わってないよと。まあ、しかし最大値の確率ってのは前と上がっていますので、0.462% になってますから、まあ、確率自体は上昇しているってことは覚えておくといいと思います。でも 0.462% って、所詮まあその、ここにあります計算式があるんですけれど、計算式の中の途中のベースの値であって、まあ、実際の確率ではないんですよね。出す、ここに表記する、表示するのは実際の確率ではないといけないのに、実際の確率は書かれてないっていう風になっているっていう、誤認させようとしか思ってないんだなっていうのが、ひしひしと伝わってくる感じにはなっておりますが、一応まあ求める方法は皆さんありますので、今言ったように、まあ引き算の方をしていって、実際の確率知りたい人っていうのをやっていくといいんじゃないかなって思いますね。で、まあ問い合わせの方にもね、実際の確率が何パーなのかっていうのは聞いてみたんですよね。まあ、他のこととかやったら、例えばその確認の方法とかを言い出すんですけれど、確認の方法ではなくて、まあきちんとしたその数字とか仕様を教えてくださいっていう話をすると、大抵教えてくれるんですが、まあ、この電動推奨のことに関しましては、まあ、こんな感じで問い合わせてみたところ、本件につきましては、こちらにて確認しましたところ、電動ポイントが150を超えた場合は、電動ポイントが高いほど電動推奨を取得する確率が高くなります。電動ポイントが最大値に達すると電動推奨がゲットできますっていう風に、まあ、問い合わせの方で言われてまして、いや確率を教えろって話してたんですよね。今の自分のその電動推奨の確率がこの状態ではわからないから教えてくださいって話をしたら、なんか別のことを言い出したっていうね。他のこととかやったらちゃんとね、まあ確率の方を実際教えてくださいよったら言ってくれるんですよね。まあ、ですけれど実際はシンプルカンプなことを言い出したっていう、まあそこに関しては伏せておけっていう風なお達しが出ているんでしょうね。黙らかす気しかないっていうね。まあ電動ガチャの方も回すか回さないかっていうのは、まあ、皆さん考えた方がまあいいのかもしれないですね。まあ一応今の公約行動は、まあ、回すとしたらガチャは電動のみで十分ですよね。最近はまあ結構金銃出やすいような感じになってますが、まあそのうち絞られてしまうことっていうのもあると思いますので、まあ、こういう上手い時期に回しておいて、ちょっとなんか微妙そうな時っていうのは回さないっていう風にまあした方がいいのかなという風に思いました。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなという風に思います。まずこちらですね。リスマルで金の十チケット2枚できたんですけれど、どうすればいいですかと。いや難しいっすよね。金十
中チケットって、意外とそのリセマルアカウントで結構できることってあると思うんですけれど、まあ、2枚とかやったら使い道的に微妙っすよね。3枚ぐらいから結構なんか、まあできるかもなって時はあったりするんですけれど、2枚だったらですね、まあ僕だったらまあ5枚とか6枚とか7枚ぐらい貯めておいて、例えば今回の4周年の CS とか、あと久保式とかあるじゃないですか。最近で言うとまあコラボレーション暗殺教室の久保式とか、結構まあ特徴的なそういうスキンを拡張させるために使っていきますからね。何でもかんでも拡張すればいいっていうのは公約行動ではないですから、今は。なんかそういうなんか特殊なやつに使っていきたいですよね、できれば。でですね、性癖こじらせてしまった僕だったら多分分かってくれると思うんですが、4周年のオレンジ枠の女性のドレス衣装のテラテラした素材感良くないですかと。4周年ね、オレンジ枠ですか、ショップの、多分僕持ってないんじゃないですかね。衣装のオレンジ枠でしょ。これっすか。あー、まあスカートのね、この素材最近好きっすもんね、こういう子供で。悪くないっすよね。うん。どっちかっていうと、この服だと、僕が気になるのは背中っすかね。結構背中これ出てるよね。だいぶ出てる。背中叩きたいもん、ほんと。思いっきり。で、次ですね。進化させたんですけれど、倉庫に進撃M4がないですと。まあ、よく起きがちではありますよね。そういうのって。まあ、倉庫の方行きますけれど、倉庫行って、まあ、重機の方見ますよね。まあ、いろんな重機あると思いますが。まあ、これでやりましょうか。今はなってますけれど、多分拡張させたのに最初の段階になってしまってるみたいな。え、装備してるのに、拡張させたのに、拡張前の見た目になってるじゃんっていう時は、一回外すんですよ。外して、サイド装備の時に、まあ、こうやって選べるんで、選んで装備すれば。OK です。で、次ですね。ケスマントと、ケスマントないっすよね。今回、青のケスマント。まあ、そもそもケスマント方式のスキンっていうのがあんまないんで、また実装してほしいですけどね。今回は温めるつもりなんですかね。青のケスマント。自由の翼。人気あるのに。ね。復刻しなかったら、まあ僕としてはまあ意外ですけれど、次につなげるみたいな。まあ絶版になってないスキンとかもありますし、まああのケスマントに関しても、まあそういう扱いみたいな。そんな感じで使ってくるつもりなんですかね。わかんないですけどね。まああのタイプのね、スキンも増やせばいいと思うんですけどね。まあマントの方、まあ緑マントの方、まあちょっといろいろやっておいて、マントいろいろ売って、ったっていう風にされてましたし、次はケツマントの番みたいなやってもいいと思いますけどね。次のその光栄の光のマントはマントではなくてケツマント方式でもいいと思いますし、まあでもそれだったら自由じゃないもんな。で次ですね、金付き集めるには電動の方がいいですか、電動か栄光どっちがいいんですかねと。まあ僕栄光って最近課金して回す存在じゃないと思ってて、無料で回すもんすもんね。得点分でもらったやつで無料で回していくみたいな。僕もそろそろだって180連分ぐらい栄光勲章貯まるんですけれど、まあそんだけだね貯まってたら課金なんかもう栄光に対しては必要ねえじゃんっていう風に思うわけなんですけれど、まあそんな感じですから、まあ別になんか栄光大して優秀なわけでもないですしね。まあ一応試行回数稼げますが、それは電動も一緒ですからね。得点ある分70連で止めておけば、まあ得点あってその分ですね得に回せるんで。いやでも正直どのガチャもトントンだもんな。一応まあ試行回数稼げるガチャ使った方がいいとは思いますけれど、目立ってこれが優秀ってのは特にないですね。はい、電動でいいんじゃないですか。回数も増やせますし、まあ昔あったコラボレーションみたいに金銃一本に確率が 1% 振られてますとかやったら、まあそれがさすがに優秀なんですけれど。まあそういうのはないですからね、今のところは。で、次ですね、荒野歴1年半ぐらいなので、前世紀の荒野行動は知りません。かつて荒野行動が流行った理由は何だと思いますかと。そうですね、まあ荒野行動流行ったタイミング、人が増えたタイミングってのは2回あったと思いますね。一つ目は、例の自粛の時ですよね。時間あったら荒野行動楽しいゲームですから、逆に今時間ないとできないんで、まあ今まで時間なくてできなかったプレイヤーっていうのが、そういう層っていうのが触ってですね、まあ一気に広まったっていうのが一つ目のタイミング。もう一つが、まあ2017年始まってすぐ、年末と、そして2018年年始の方ですよね。ここでまあ爆発的に増えましたよね。まあ時間があるってのも、まあ、もちろんなんですけれども、まああの時って結構ゲーム実況とかすごい伸びていたのが PUBG の実況なんですよね。バトルロワイヤル、100人でできるバトルロワイヤルのゲームっていうのがものすごい来ていた時期なんですよね。当時はガンシューティングゲームでバトルロワイヤルで100人と一斉に戦うっていう結構画期的だったんですよね。はい、日本においてはすごい画期的でめちゃくちゃ爆発的にまあ PUBG が見られていた時代なんですが、そのタイミングでまあパソコンなくて PUBG できないって人がすごい多かったんですよ。までこそ結構そのゲームをするためにパソコンを買う、まあそのリモートワークとかリモートでの授業を受けるためにパソコン買ってるって人が多いので、家にその1台ですね、1人1台パソコンがあるっていう家庭は多いと思うんですけれど、当時はまだそんなパソコン持ってる人がみんながみんな持ってるってわけではなかったんですよね。でそのタイミングで PUBG みんなできなくて、まあできねえなみたいな、ちょっとこのゲーム実況とかでされている PUBG やってみたいなっていう風に思っていた層っていうのが怖い行動で、えモバイルで PUBG できるんだっていう風になって爆発的に伸びましたね。まああの時ってのはまあ意味わからん噂があって、PUBG の公式の方が荒野行動を認可していて同じようなゲーム出していいよっていう風に言われているっていう風にですね、謎の噂があったんですけれど、まあ結局その裁判が行われたんで全然違ったんですが、まあそういうのもまあ合わさっていて、まあすごい爆発的にヒットしたっていう、まあそういう背景はありましたよね。まあ今でこそまあいろんなねガンシューティングゲームっていうのがモバイルではありますけれど、当時はマジでなくて、まあ強いてあるならばなんかコッドみたいな感じのガンシューティングゲームはいくつかあったんですけれど、まあ、荒野行動みたいなバトルロワイヤルってなかったんで、まあ革命的ですよね。まあ、それでまあヒットしたっていう、まあ当時ってまだねモバイルのゲームってやっぱそのコンシューマーとかパソコンのゲームと比べると
だいぶ型落ちするよねっていう時代だったんですよ。今でこそパソコンのゲームをスマホでもできるみたいな、原神とかできるわけじゃないですか。クオリティは若干下がるけれど、同じゲームができるっていう風なところまで上がってきてると思いますが、当時で言うとだって、まあ 3D 使ったちゃんとしたゲームってマジで少なくて、まあマイクラできればいいよなとか、まあ白猫とかかなっていう時代だったんですけれど、そのタイミングで、まあ、パソコンと全く同じシステムのゲームが来ているっていうのが本当に衝撃的だったんですよね。まあ、だからこそ流行ったってのは大きいと思いますよ。